リアルアキラボーイズ結成15年目にして、実は次世代のユニットを作りたいなと思ってるんですよ。待ってるぜ。ミスできねえ。今日パーティー楽しい。みんな深夜のノリなの。こんばんは、リュウです。前回僕の加入発表の一日という動画がね、RAB 内でめちゃくちゃ好評だったので、超パーティーもやらせていただくことになりました。あと、サイズチルチルということでね、明日は昨日6時。おやすみちゃん。ドラゴンさんとワタミさんが安定の遅刻をしております、はい、ケータさんがまだ大阪におります。大阪に。それでは会場行ってみましょう。誰が予想できたことか、埼玉スーパーアリーナの裏側にいると。はい、というわけで会室に入ってきました。ダイヤモンドがラジオ体操してたんだって。あ、ありさま。ドラゴンさんだ。ごめんなさい、遅れちゃいました。ちょっと待って、これバック行ってる。バック行ってる。アイコンでか。リラックス、今のうちにリラックスしといてね。本番。なんだろうね。なんか既視感はあるよね。ちょっとなんだろうね。これ結構貴重だよね。埼玉スーパーアリーナでの寝方っていう。ステージが埼玉スーパーアリーナ。ミスできねえ。多分ね、5年後とかね、2年後とかね。この時こんなことしてる。多分初々しさはね、残るから、この映像で。これ駅で見たことあるよ、これ。始発までの駅で。今からエンディングのリハです。そう、エンディングのリハ行ってきます。本当申し訳ないです。出た、出た。のぞみさん、やばいっす、本番そこだよ。どうした、リュウ君、緊急で回したけど、今。こんにちは。アフタートークのリハをしてるんですけど、俺、アフタートーク出られないらしいです。君は16歳だからだ。そんな法律なんて知らねえ。スーパーアリーナのステージに初めて立ってる。もう、誰だろうね。ギリギリやねん。今、すごい、頭が回らないんです。楽しみ。ペペちゃんお弁当。埼玉スーパーアリーナの味を感じたいと思います。そうなってます。これ皆さんどこへ向かれてるんですか。これは今ケータリングがある部屋に向かっております。メインディッシュです。あの、はい、ケータリングエリア、はい、ついにロシアです。さあ、今から戦いてやつ出てこい。そうだ、戦いてやつ出てこい。まあ、カレー選んだんですけど、うなぎのかば焼き美味しそうだなって思って、まあ、欲張んなって言われました。カレー三重士。ガジュイだって、俺肉大好きだ。ジェラートの血。骨付きで行ったー。これはうめぇ。行くぜー、やったぜ。新のチャンネルの皆さんです。イエーイ、お願いします。今回新人のね、リュウがいるんでね、ちょっと撮ってみたとは何かをちょっと地方の人をね、知りたいなと思います。まあでも、楽しむっていうことが大前提にあるので、楽しんでほしいです。思います。お願いします。じゃあ、リュウって呼ぶね。じゃあ、姉貴って呼んで。はい、セラミカル君に会っちゃいました。イエーイ。RAB さんのスタンプ書いてます。今日は RAB さんのイラストも多分書かせていただけると思うんで、ライブの方頑張ってください。頑張ります。はい、お互い戦っていきましょう。そして、かぶせてきた。
よろしくお願いします。俺は映らねえ。オタクにありがち。